さあ今回は将棋やチェスのようなボード上に展開する単性のローグライク RPG ゲームで、そこにタワーディフェンス要素が加わっているというね、ディフェンドザロックやっていきます。さあチュートリアルやってみましょうか。ちっちゃいですね、文字が。これがルークだ。何があっても守ってみせよう。破壊されればゲームオーバーだと。ほう、なるほど。まあタワーディフェンスってあるよね。まあこういうのはタワーかな。まあこれはタワーじゃないと思いますけど、この置きながらキャラクターも使って戦うみたいな。はい、これ押せばいいのかな。あ、動くんだこいつ。 この城動き上がるぞ。待機、これ攻撃範囲みたいなのかな。これゴブリンはこれが攻撃範囲だよね。ここまで移動できて近接攻撃してくると。こいつはどうだろうな。赤いマスにいる場合、クリックして移動できる。相手らをいます。あれ？攻撃今なかった？赤いマスにいる場合、攻撃できると。結構範囲広いですね。移動は、縦横に2。で、まあ、斜め。全方向には1と。そうですね。まあ、チェスとか、将棋の、まあ、ボスにあたる王とかキングのちょっと上位互換的な動きができると。まあでもほぼ動きは変わらないですかね。あ、4、あ、全然カウンターかなんかで倒しましたけど。で、敵の波が接近中。お、さあキャラたちが出てきた。説明はないんだね。 さあならず者、あ、出てきた。ならず者は無効化されたフリーズトラップをターンの終了に、ターン終了時終わりに再起動すると。無効化されたフリーズトラップ、トラップを置くってことですかね。そもそもなければね、話にならないですけど。この子は、魔術師。プレイヤーのターンで移動しなかった場合、この子がかな、魔術師アーマーを一時的にプラス4獲得する1ターンなんですかね、多分。とどまれば守備力上がるよと。で、戦士。プレイヤーのターン終了時に戦士は隣接するヒーローに、ヒーローとからくり、あ、からくりがタワーなのかな？この前ルークがそうだと思うんだけど、アーマーを付与すると。だこの魔術師がとどまっていて横に戦士がいればアーマー6になると。これ攻撃力3しかないと思うんでいけますね。動かずとも攻撃できるから、あ、動くんかい。これ何マス攻撃できるのね。ここで斜めに移動するんだよね。斜めというか、縦に移動して斜め。まあ、飛んで1マスか。だから1マス向こうの敵まで届くんだね。近接よりちょっと遠く届くだけか。だから2マスか。これね。この感じだと分かりづらいけど。結構距離なんだね。中距離かな、どっちかっていうと。あんまり遠距離ではないですね。2マス程度だと。まあ、倒すか。あ、マジ？あ、ナイスナイス。移動した後でも攻撃できたね。ルークだけ弱いね。さあ、ヒーローアップグレード。1体だけかな。戦士。敵を殲滅するたびに体力2回復。あ、いいですね。ならず者がマスを移動するたびにアーマー。あ、移動でアーマーもいいね。敵を倒すと爆発し隣接の敵に5ダメージ。あ、これもいいね。あ、これ2から3って書いてあるな。これが攻撃範囲かな。3あった。だ、2から3、1はできないとですよね、逆に。近距離は無理なんだ。ならず者いいな。体力、あ、でも魔術師、まあいいや。ならず者にしよう。これで敵に接近できると。これまあ続くんだろうね。ああ、じゃあちょっと移動しとこうかな。これ待機。攻撃できる範囲にいた方がいいから、ここでいてもらってターン終了でいいんじゃない？
待って、これアーマーみたいなやつさ、シールド8ありますね。一時的にってのは戦闘中なのかな。あ、間違えた間違えた。あ、こいつ強いぞ、アーマーゴブリン。アーマー3と攻撃、体力が12だ、15あると。動かずに倒して、まあここかな。あ、なんか弓いるな。届かないですね。逃げらんないか。ルークは自動的に攻撃してくる敵を倒してるんで、カウンターするわけだよね。カウンター狙いでいこうか。ここで OK。 マイフェーズ強化できるんだね。あれ、これさっきやんなかったっけ。一時的はラウンド終了までか。あ、ラウンド終了か。ね、これブロックされたマスの隣に魔術師が配置されていると一時的にはまあブロック。遮蔽物的なことかな。いや、もうこれならず者よ。ならず者でしかないから。あ、変わったね。あ、来た、キャノンタワー。プレイヤーのターン開始時、範囲内のターゲットを攻撃する長距離の小ダメージで、範囲はターゲットの X 字。何 X 字って、こういうこと。あ、こういう場所に置くのね。じゃ、ここかな。攻撃力的に言うと、こいつ含めて3体に同時に攻撃されれば壊れるんで、こことかだと多分やられると、裏に置いて一気にあのタワーを取りに攻め込むみたいな。そんなのもできるよね。これ3体攻撃してくるかもしんないけど、そしたらダメか。ああ、届いちゃうな。ここら辺は多分破壊される。こことかなら多分大丈夫だと思うけど、そうだね。いや、まあ味方のいる方にしよう。あ、こう左にプレイヤーいるんだね。体力低。あ、優先度ね。まあ低い敵をとどめさせてもらおうかな。でもこれ開始時なんで次のターンなんだね。どうしよっかな。あのならず者倒すか、こいつ。こいつの射程的にこの右のゴブリンを倒しに行こう。あれで死んだでしょうと。ほぼ全滅したけど。あ、そっち行っちゃうんか。あ、でも、いや、でもカウンターで終わるから。いやー、これ一旦でだいぶ動くんで、もっとね、敵の真ん中に置いてよかったし、なんかタワーいっぱいあったね。隣接する敵が殲滅された時、一時的にアーマーとパワー、これかな。ならず者が主人公すぎるんだけど。さあ、増えてます。ミステリアスタワー。はー、範囲内のターゲットを攻撃する中距離中ダメージ。あ、これ強いんじゃない。戦場支配しよう。エメラルドタワー、短距離大ダメージ。ここかな。移動はできないんだよね。タワーバンバン前に置いちゃっていいと。真ん中ちょっと支配しに行こう。動かない。まあでもあんまこれ攻撃されないでしょ、キャラクター。ここら辺にいよっかな。あ、また増えた。あ、これが遮蔽物じゃないかな、強くなるみたいな。あ、来た、フリーズトラップ。ここでしょ。ゲーム中もこんな罠もらえるのかな。異常に多くないですか。これは敵の通過を防ぐ、プレイのターン終了時周囲の2マス以内の敵を挑発するということで、敵に狙われるための罠。まあここでいいんじゃないですか。ちょっとターン距離のあれ使えないですね。これまま使えないか。
こんな感じかな。いっぱい来たね。あ、いや、すごいすごい。リスキルみたいになってるよ。で、この犬は戦略的であれば上から回ってくるので、上から回ってきた場合もこれ、ここまで来れんのかな。最短でしか移動できないなら、フリーストラップにかかるんで、行く価値がないと。アーマーオーク、オークを倒しに行きゃいい。ゴブリアも死んだようなもんですから。届かねえ。届かないから、相手も別に来れないか。これ一旦待ちますか。これ一旦待ちましょう。我々クラスになればいけますよと。修行。何もしていない。で、オッケー。ここで戦いたいね。あ、届かないか。まあ、ここによ。マジで見にくいくしゃね。うん。終わりでしょ。あえて残そっかな。はい、タワーでドン、タワーでドン。あ、いいですね。これは、ならず者かな。今、どうなってこい。重複してんのかな。これ経験値、ゲームクリア後にもらって、これか、集めていくんですかね。お、さあ、これならず村のゲーム途中のやつじゃなくて、多分永続的な強化だと思います。今何ポイントあるんだろうな。まあこれも多分合計で10段からってよね、確かね。だから1個分しかないと思うんだけど、押しよっかな。ならず者のパワーでいいか。あ、全員いけるんだね。全員いけるのかな。15、30。まあ、ならず者いってみるじゃん。戦利品がアップグレードし、必ずレアになると。え、すごくないですか。でもこれ片方しか選べないんだね。あ、足りてないと。これもじゃあいけないのかな。経験値がね、いくらあるかわからないです。さあ、体力減らされたとき、HP を獲得する、経験値を獲得すると。やっぱ、合ってる。全員同じ共通の経験値と。で、防御力の強化。あ、タワーも上げられるんだね。タワー、カラクリ。あ、カラクリとタワー別なんだ。カラクリとはって感じですけど。タワー、カラクリだもんね。見たとてだね、これは。体力しかないのね。ルークは重要じゃない？あ、お金はこのタワー強化に使うのか。なるほど。このね、中距離、中ダメージのが一番いいかなって思うんで、これいいかな。これあげよっか。あ、これ一本道なんだね。次、戻るだと？ここか。そう、なるほどね。お、瞬殺テーティアの呪文。4回使えるんですか、残りチャージ4。あ、あいつが直接使うんだ。いいよと。いけ、ならず者、届かない。最初の配置はランダムなのかな。届かない。あ、届かないか。邪魔だなこいつ。で、移動してからね、タワー置いてしまった方がね、やりやすいかなと。これ破壊できないでしょ。真ん中にキャノンタワーだね、これね。で、こう敵こういうとこに来るんですよ。左へ回りえるかな。ここよ、ここ。おとりのように。あとは置かずに。いけ、なら。
いけない。魔術師がフィールドの空いているマスにどこでも移動できるようになると。アーマーは獲得できない。はあ、ステルスはいらないかな。コブね、体力満タンならパワーとアーマーか。さあ強烈な一撃、これ1戦闘1回なのかな、このチャージっていうのは。パワーとアーマーを与えれるよと。ちょっと移動しづらいからある程度展開しよっか。敵にダメージ、じゃあこいつかな。あ、まあ、全員使い、あもしかしてタワーもいける。タワーいけんじゃん、これでしょう。でこれ引きつけよ、引きつけ&で氷はね多分踏んじゃうんだろうね敵ね。直線的にしか移動できない連中なんで、これもう十分でしょ。あ、おとりのように、これ2段階あげよう。激強でしょこれで。広範囲中央攻撃力タワーと。まあここでいいですかね。これ左勝手に死ぬと思うんで上だね、上に魔法使い移動しようか。あ、ボスなんだあれ。あ、これが近距離のやつか、すごいね。ゴブリンが一撃で死んだね。さあボスが出現する。ボスを倒すと全てのミニオンが交代し、エピックアップグレード。あいつ倒せばいいんだ、簡単じゃんと。これ1回しか使えない高火力系なんで使わないで、で味方は踏んでもいいんだね。ちょっとそこだけ気になってたけど安全がね確約されたんで。ケイト、ここかな、移動してないやつ。あ、する、いや、しな、まあするか。じゃあゴリフもねえ、あれ、あ、そうか、ボスだからか。そこで終了だよと。なるほどね。あ、こういうやっぱボードゲームなのかな。この場所で合ってる。Worry not, your grace. The rook follows my commands to the letter. 始まった？ You should be quite aware. Of course. I did not mean. Then I trust you will have no issues with paying the suitable price for my services. 猿一粒のジェムいただければ十分です。I thought that such mundane commerce was beneath you.偉そうな人ですね。That payment is not for my benefit, but yours. 見返りが必要ですよと。王国危ないんですかね。救うには代償がつきまといます。You were right. Clever of them to sneak through the northern plains while your forces are occupied in the mountains. あの王国どもが王国に侵入してきたのかな。Too clever. I wouldn't. Do not doubt these legends, your grace.Their names might have faded from history. You should leave now. Let me send you back. ここから私一人でやらせていただきますと。あなた挑戦したい経験豊富な戦術プレイヤーですかと。はい。始まるんですか、もう。ちょっと戻りましょう。さあ今回ね、ディフェンド・ザ・ロックという、まあ、単性と、タワーディフェンス。それが融合した、まあ、ボードゲーム上のね、単性の戦術ゲームですかね。まあ、タワーは置いたら終わりで、まあそのメンテナンスとかはいらないんで非常に楽ですかね。だから自分のキャラクターを動かすことに注力すればいいんで、だから届かない敵とか、悪いようにどこで戦うかみたいな決めて、まあ、タワーベースに樽とか罠とか置いて、
まあ、そのタワーが当たるギリギリのとこで敵を氷漬けにするトラップを置くとか、まあそれこそ樽殴らせる、まあ樽殴らせる場合はね1マス分引き込まないといけないんで、よりその自分の拠点に近づくと思うんですけど、まあ、そういうのを使ってタワーで倒しつつ、まあキャラも強いんでね、この3キャラ、まあ、決まってるんでしょうけど、彼らで戦場をね、割烹していくと。で、強力な強化なら魔法使いが瞬間移動できたりとか、あるようなんで、まあ、このキャラたちも侮れないと。そういうね、ローグライク、タワーディフェンス要素ありの戦術ゲームですね。